はい、皆さんこんにちは。劇団おじいです。今日は8月4日日曜日、時刻の方は15時56分です。暑いよ。はい、扇風機でね頑張っております。さあ、そんなわけでね、今回はダーン、こちらの方を開封したいと思います。これ何かっていうとね、はい、この箱見たことあるよねはい、そうです、あのかの有名なね、ロジチューボさんでございます。ロジチューボさんより今回も提供いただきましたね。最新のウェブカメラが発売されてるよーということでね、元気な味、もしよかったら使ってーって感じでロジチューボさんより提供いただきました。今回はねこちらを開封したいと思います。さあ、箱はね、ほんともうロジチューボさんの箱ね、もうおなじみだよね。あの商品が変わってもこの箱なんで、まあ、あんまり違いがよくわからないね、グリーンの箱です。まあ、あとあの似たような箱がねいっぱいあるんでね、元気なおじいがねよく見てる YouTuber さんでもね、あの、まあ、なんでか知らないけど、あのウェブカメラマニアの方がいてね、いろんな似たようなものをねたくさんコレクションされてる方もねいらっしゃいます本当ね。はい、そんなわけで元気なおじいが選んだのはね、こちらの商品になります。これもう最新鋭のカメラだね。ワク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 しております。元気なおじいの救世主となるでしょうか、ね、じゃあ早速開封しましょう。これね、どんな商品名かというと、今回開けるのはねこちらです。テロン、はい、ロジチューボ、ちょっとねこうズームしようか、ビヨーン、はい、ロジチューボウェブカメラ 1080p 高画質ストリーミングウェブカメラ、マイクと調整可能なリングフィルライト付き、うひょー、オートフォーカス、パソコンカメラ、 Xbox ゲーマー用、 Facebook、 YouTube ストリーマー、 Windows 10、 Skype、 Mac 対応ということでね、Windows 7大丈夫Windows 7大丈夫で、ね、大丈夫おじい、今ちょっとさ、今これタイトル見て心配になっちゃったけど、これ Windows 10大丈夫これで、ね、ちょっと今ね、今ドキッとして、今 Windows 10大丈夫かな、あの7、元気なおじいはね Windows 7ですね。まあ、あの Windows 7対応とは書いてねえけど、まあ大丈夫なことを願って開封していきましょう。はい、そんなわけでね、開けるよ、てってれってれーん、ほっ、ね、これちょっとねこう下向けて開封した方がねいいかなと思うけど、まあ、このままちょっとね商品こうして見せたいんでね、よし、熱い、よいしょ、てってれーん、はい、ロジチューバーさんのここにもね、いろんなものが入ってるのでちょっと気をつけなければなりません。よいしょ、はい、箱の中身ね、全部取り出します。さあ、このね、下、よいしょと、はい。じゃあ、まずはね、こちらから見ていきましょう。はい、まずね、一番上にあるのは、てってれってれん、これね、QR コードとともに、Thank you! ね、Thank you! You are for, you are passers! ね。うん、ロジチューボーってことでね、ありがとう、センキューってね、メッセージカードでございます。はい、そしてその次ね、下にあるのが、はい、なんかね、注意書きになっています。あと使用表かな、ほら一応ね日本語にも対応しております。ロジクールね、はい、もうね、ロジクール首ね、もう時代はロジチューボ。はい、そんなことでね、中の方は嬉しいじゃございませんか、ほらね、ジャパニーズランゲージね、はい、こんな感じでね、ストリームウェブキャムってことでね、ライブのうんちゃらくんちゃまでもうちょっとフォーカスくるか、最優先の線ね、ね、暑いからピントがなかなか合わないんだよ、ね、でこれね、オール日本語で全部これね、あのオール日本語、しかもほらカラーで全部分かりやすく書いてくれてあります。すごいよ、めっちゃ分かりやすいよ、ね、でね、この調整とかね、ほら全部オール
ジャパニーズランゲージ、これね。でね、何ページあるかというと、はい、50ページ、ね、50ページ、50ページすべて、はい、ジャパニーズランゲージマニュアルブック、ね、すごいでしょ。ロジチューボ、サンキュー。はい、そんなわけでね、本体に行きましょう。本体は、はい、カメラを拭くね、布があります。もう今ここ拭きで、ね、はい、そしてね、カメラ部分、ね、出していきましょう。テレッテ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 レー。さあ、あげるよ。ぴょーん、わーい。テレレッテッテッテレレー、テテ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 、ぴょー、ぴょ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 。おい、ピタロン、これからはわしが照らしてやるからの。まあいいや、あのね、こんな感じでね、こうリングライトがついてるウェブカメラです。やったー、元気なおじいのところにもね、ついにリングライト式のウェブカメラがやってきました。ロジチューボさん、ありがとう。 Thank you very much、ね、はい、そんなわけでね、ね、このコードはね、長いよ、これね。よいしょ、まずコードを、よいしょ、おお、これ長いね。これね、2メーターぐらいじゃないかな。元気なおじいよりも全然、あ、2メーターよりちょっとあるかもしれないね。 2.7 メーターぐらいある。あの、全然おじいよりね、あの、こんなに長いので2メーターは楽にあります、これね。いや、この余裕は嬉しいよね。で、ここはね、はい、これノイズをね、遮断するやつをね、秘密兵器がついております。そしてね、ロジチューボさんのやつはね、大体ね、いつも同じなんだね。ここがこうなって、ここがね、はい、こうやって開きます。こうしてね、これね、そのまんま、あの、置いても使えるし、ここがこう引っ掛けになってるんで、モニターにね、こうやって引っ掛けて、こうやって使うこともできます。かなりね、使い勝手がいい、これはね。そしてね、なんといってもこの裏側をね、見てください、注目。はい、てててでーん、てけでん、はい、ここにね、穴が開いております。この穴、何に使うかというと、三脚の穴が開いてます、これね。でね、この三脚っていうのはね、あの、規格で太さが決まってるので、元気なおじいがいつも使ってるね、三脚、あ、ちょっと待ってね、よし、はい、まあ、こういうね、三脚あるよね、普通にね、こう足が、これ足伸びないけど、これね、こういうのを簡単に取り付けて、くる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 っとね、はい、こうやって使うことができます。いいね、素晴らしいね。で、今回の折は何といっても、はい、ここの部分になります。これちょっとベロベロついてる、これベロベロね、ベロベロね。たまにいるんだよ、YouTuber さんでね、ここのカメラのレンズの前のね、このベロベロ取らないでね、うん、使ってる方もね、よくいたよ、過去にね。はい、こんな感じでね、実は素晴らしい機能、性能がとってもふんだんに取り込まれてます。まずね、簡単にこのね、売り文句を説明したいと思います。じゃあ、こちらをご覧ください。テラリン、はい、ウェブカメラの形ね、今見たように、あの、目玉親父みたいなね、こんな感じになってます。で、ここの部分が、リングライトになっています。まあ、配信者にはね、とても嬉しいカメラとなっております。はい、そしてね、頼もしいことに、この明るさが、これね、3段階調整することができます。明るさが、あの、低い、中ぐらい、高い、弱、中、強と強さが選べます。すごいね、これ、めっちゃ嬉しい機能だね。はい、そしてね、このウェブカメラは暗い環境で、動作しますってことでね、元気なおじいの部屋さん、結構暗いじゃん
ね、全体的に。まあ、そんな時にこういうリグライトがついていたら、まあ、明るくね、ちゃんと撮影できますよってことなんだね。ありがたいね。はい、そしてね、あなたの生放送を楽しめますということで、まあ、この OBS とかね、エクスプリフト、ね、こういうスタンダードなアプリを使うことで、さらにさらにさらにね、パワーアップして使うことができますよということらしいです。そして高品質のマイクを内蔵しますということでね、ノイズ低減してくれます、ね、いや素晴らしいね、これもね。マイクはね、これね、パッと見た感じなんだけど、ちょっとね、マイク見てみる？ここのね、よいしょと。こう、パッと見た感じは、どこがマイクって感じなんだけど、これね、横全体的がね、ほら。ほら。これね、網網な、メッシュになってるんだよ、メッシュ。だからね、どこがスピーカーって言われても、ここのところがスピーカーになってるんだけど、メッシュだからわかんねえ、これね。はい、でも一応ここにね、ちゃんとマイクが搭載されていますよっていうことです。はい、じゃあ次行きましょう。よいしょ、トレリン。はい、早くて正確なオートフォーカスね。やっぱりね、オートフォーカスはどれぐらい早くね、ピント合わせてくれるか、ここが勝負になります。本当ね、オートフォーカスが遅いカメラってね、結構イライラしちゃうよね。もうね、元気なおじいはね、このね、ね、この、ま、ロジクールね、ロジクーピンとこねーっつってね、ずっと言ってたけど、はい、ロジチューボだったら、的確に早いオートフォーカス、ピシャッとね、合わせてくれることができます。これが最大のね、人気の秘訣なんだからね。はい。そして次はね、はい、H264 ビデオ圧縮フォーマットということでね、このもう有名なね、これハードウェアエンコードってやつかな、この機能を搭載していると、パソコンなんかにね、負担をかけないで、このカメラだけの機能で、この圧縮フォーマットを使ってね、綺麗に録画してくれますよっていうね、まあ、そんなような内容だと思ったけどね、もし間違っていたら誰か補足してください。はい、そんなわけでね、あとこれがすごいんだけど、おそらく Windows 7では使えない機能なんだけど、背景を置き換え機能ってやつね。これはね、ロジクールで言ったら、ブリオ、ね、ブリオに搭載してます。あともう一個人気があるやつがあるんだけど、それも、対応してます。特殊なアプリをダウンロードして使うことによって、黒巻き機能みたいなね、そんな背景を入れ替えて使うことができます。まあ、ただここら辺ね、チカチカしてね、実用性があるかどうかはね、ちょっと定かでないけどね。はい、そしてまあ、ライブソフトウェアね、とか会議用のソフトウェア、まあ、いろんなものにオルマイティに使えますよっていうのがね、売りらしいです。はい、そんなわけでね、過去にもロジチューボさんのカメラを紹介させていただきました。もうものすごくね、グググググググーンと進化してるバージョンなんでね、これはね、期待せずにはいられません、ね、元気なおじいのメインカメラになるでしょうか、ロジチューボー、ね、そんなわけで今回のね、あと売り文句がね、まだまだあるんだよ、ってね、それをね、ちょっと簡単に説明したいと思います。はい、じゃあこちらの方をね、見てください。調整可能なね、リングフィルライト、まあ、これはね、今3レベルの明るさがあって、まあ、ここは今ね、説明した通りです。はい、ここに注目。高音質な専用カメラってことだよね。80度の広角レンズを採用しています。これね、おじいは135度の、バファローのね、カメラも持っています。まあ、でもね、80度っていうと、この90度より10度少ないね、ほぼこの V サイン、この V サインがだいたい75度ぐらいなんだよね。だから V ってやっても開ききれない、この角度、もっとだね、アビシかもしれないね。アビシダメだ、アビシ90度だ。これぐらいかな。これぐらいの角度が80度なんで、この視野角でね、撮れるということになります。はい。結構ね、広いよね。
80度広角レンズを搭載した967ウェブカメラは、ここね XBOX ONE と接続してすぐ使えます。やったー、元気なうち XBOX ONE で使ってみたいね。OBS やエクスプリフトなどの一般的なプラットフォームと互換性があることが証明されています、ね。でクロマカムによる背景置き換え機能をサポートしますということなんでね、まあ、これは特定のバージョンをダウンロードして使うことになるのではないかなと思います、ね。でステレオマイクはね、はっきりと音を拾えますよということと、オートフォーカスね、あと光の強さも調整できますよということなんだね。まあ、今言ったように、まあ、圧縮も任せてちょうだいというのが基本的な売りのスペックになります。そしてね、プラスアルファもね、あります。このプラスアルファもね、ちょっとだけね紹介させてください。はい、よいしょ、ドン。はい、なんといってもやっぱりねっていう方いるかもしれないけど、ゲーマー向きに、専用ウェブカメラでしたね。ゲーマー向けに作られていますこれね。なのでこのゲームとのね合成、要は背景抜きとかそういうのがなんでできるのかというと、このゲームの中にうまく自分が溶け込んでね、やる、こういうのに特化したゲーマー向きのウェブカメラということになります。わあ、もうワクワクしたね、本当ね。で後ろを見ると、はい、しっかりとロゴがね、ロジチューボーってピントが合わねえけどもね、ロジチューボーってな、これなんでピント来ねえのか、ちょっと待ってね、これねオートフォーカスオフにしてないけど、なんでかな、明るいからかな、ちょっとね、ちょっと待ってよ、マニュアル方式で、よいしょ、はい、行くよ、せーの、いいよ、はい、ロジチューボーってことでね、960A2 ってなってますこれね。はい、型番は960で覚えてください。じゃあね、今回はオープンボックスなんで動画はここまでになります。でこれ実際にパソコンにつなげて、このカメラで次はね撮影してみたいと思います。これね、撮影するにあたってね、どんな風になってるのかをちょっと皆さんにねお伝えするのに、まあ、カメラは2個使わないとねちょっと実現することができないので、相性問題があると思うからね、ちょっと実験検証してから動画を撮りたいと思います。そんなわけで今回はここまで、オープンボックスの動画でした。ロジチューボの最新鋭のカメラ、うわーなんかめっちゃ良さそうって思った方は、はい、この元気なおじいの動画の説明欄にロジチューボさんのね出品ページリンクがあるので、そちらのリンクの方を見てみてくださいね。もう早くしないとなくなっちゃうよ。すごいものが発売されたね。これからのスタンダードなカメラはみんなねこういう感じになっていくのではないでしょうか。あとこれね、ちらっとさっき見てね、皆さんびっくりしたと思うんだけど、はい、びっくりしてください。これおじいがね、どぎも抜いたのがね、はい、この価格です。5999円ね、しかもカスタマーレビューはね、ほんと9件全部パーフェクトでね、星5となっております。それもそのはずね、この背景くり抜き装置がね、使えるとか、まあ、大体同等品のこのゲーマー用のウェブカメラを購入すると、はい、ロジクールのブリオね、2万5000円ぐらいします。であともう一個ちょっと名前忘れちゃったんだけど、それは Windows 10専用のやつなんだけど、そちらの方もね、似たような値段します。だいたいね、ゆきちさんが2人は最低限必要です、ね。もうゆきちさんと一応さんいないと購入できない。それがなんと5999円でねゲットできてしまって、めっちゃロープライスでしょ、リーズナブルでしょね。この価格でこの機能っていうのは、まあロジチューボさんじゃないとなかなか実現できないんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで今回はここまで。実際ね、興味のある方はぜひぜひ Amazon を見てみてください。そんなわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また見るのじゃぞー。似てねー。